動画を見てくださっている皆さん、そしてカフェラルゴ高久保さんご夫婦、こんにちは。市井さやかです。なぜ今私がですねこの動画を作成しているかと言いますと、クラウドファンディングでですねもっとよりよく子育てがしやすい桐生になってほしいなっていうので皆さんの応援をぜひいただきたいなと思って、今私がメッセージを僭越ながらさせていただいております。私はですね現在4人子供を育てておりまして、もう毎日奮闘なんですけど、でもやっぱり子供たちの笑顔、そしてパワフルさに私も元気をもらって毎日奮闘しながら子育てをしているところです。私はですね、去年の夏に参議院選挙に初挑戦をさせていただきました。残念ながら落選はしてしまったんですけれども、今現在の活動としてはもっとよりよく政治も分かりやすい社会になってほしいし、あとは子育てをもっとしやすい社会になってほしいなと思って本当に魅力なんですけど活動させてもらっています。でもこの小さな粒が大きくなれば社会は変わっていくんじゃないのかなっていうふうに思って信じて活動をしているんですけれども、このカフェラルゴともですね絶対縁があるんだろうなっていうふうに思っていて、実は今年入ってからですかね桐生の方に遊びに行かせていただいたんですね。っていうのもちょっとどんどん話が長くなっていっちゃうっていうのもですね、私主人が実は館林出身なんです。なので本当に群馬県にはかなりゆかりがあってですね、高崎の方でも実は FM 群馬のラジオですね3ヶ月間なんですけどもちょっとさせていただいて、なかなかちょっと結婚の伸び率が低いとか本当に実情、細かい実情を、実は千葉県出身なんですけど私がなぜか知っているっていうところでもっともっと群馬県本当に子育てしやすいんですよ。子供も帰れば、実家の方に帰ればのびのび育ってますし、本当に自然豊かな場所なので、やっぱりその桐生がもっともっといい子育てしやすいところになってほしいなっていうので、ゆりかごの町桐生っていうことでですね、もっともっと子育てしやすい環境と、あとカフェラルゴがですねもっともっと皆さんに知っていただけるようにクラウドファンディングぜひぜひ応援しておりますので、僭越ながらメッセージをさせていただきました。どうぞこれからも頑張ってください。高久保夫婦、子供たちと食べに行くからね。バイバーイ。